イルミナティカード。1982年スティーブ・ジャクソン・ゲームズから発売されたカードゲーム。これまでに数々の予言や暗示をしてるんじゃないかってことで有名ですよね。今回は有名どころは皆さんすでにご存知だと思いますので、マイナーなところをストーリー仕立てでお送りしたいと思います。1982年に発売されたということを念頭に置きご覧いただければと思います。では早速参りましょう。どうぞ。まずは軽めにこちらからいきましょう。コンビニエンスストア。は？コンビニ。業界1位はセブンイレブンです。7たす11は18イコール666。そしてこちらのバーコード、他よりも長く伸びている2本線が両端と真ん中にありますよね。これをバーコードで数字に直すと6になるそうです。もうわかりますよね。666と言いたいところですが、ガセネタでした。残念。アンチトラストレジスレーション、独占禁止法。しかし彼らはいろんなものを独占しています。カバーアップ、隠蔽ですね。彼らはいろんなものをコントロールしています。最近話題の医療大麻、裁判の判決だってそうです。誰かが得をしています。そしてマネーロンダリング、はたまた仮想通貨も彼らの策略だと言われています。円を食べようとしているのはプロビデンスの目。そしてこれらはフォーリンエイド、すべてを一箇所に集めてはいけません。それぞれの国とあと一つは誰でしょうね。さてアメリカに焦点を当ててみましょうか。クリミナルオーバーロード、犯罪の帝王。背景はホワイトハウスですね。そして聖書への宣誓、アメリカ大統領選を思わせますよね。アメリカ大統領選もファクションファイト、派閥争い、イルミナティ内部でも起こっています。過去動画のアサンジのところで詳しく触れていますので、ぜひチェックしてみてください。でもそんな派閥争い、オルタネートゴールズ、どっちに転んでも彼らの計画通りなんです。クローン、人工知能の発達、宇宙人。やりすぎ都市伝説楽しいですよね。よく月が取り上げられますが、満月の日は人体に何らかの影響があるそうです。感覚的になんとなくわかりますよね。そして普段よりも水分栄養を吸収しやすくなるみたいですよ。満月の日は断食ですね。ミラクルダイエットプラン、フルムーンダイエットを考案しようかな。皆さん飲みすぎには注意しましょう。え、興味ない？まあメディアはアメリカンシビルリバティーズユニオン、自由が弾圧されてますからね。これを見て食欲よりも湧いてくるものがあるんじゃないでしょうか。さて皆さん、人口削減計画についてはどのように思っていますか？最近ではゲイの活動家、日本でもメディア露出増えてますよね。そしてフェミニスト、女性の地位を向上して少子化を狙っていると言われています。ちょっと行き過ぎ都市伝説？地球滅亡論はどうでしょうか？いろんな予言がありますよね。エルダーズ・オブ・シオン、シオンの長老、そしてシオン賢者の議定書。こちらも内容については過去動画で触れていますのでチェックお願いいたします。キラーサテライト、こちらはホピの予言にあった青い星でしょうか？それともこっちかな？日本はどうなってしまうんでしょうかね。あれ？沖縄が。でもまあこんな話はすべてテープランズアウト、この世は仮想現実なのでテープの再生が終わればそこで全て終わりです、なんて。今までの話は I lied、 全て嘘で hoax、 でっち上げです。でもこの話を信じられない人は精神科に行きましょう。有名な精神科医のカール・ユングがこのように発言しています。正気な人を見せてください。私が直してあげます。ということで今回は以上になります。イルミナティカードはたくさん種類があって一つ一つ結構面白いので、ご興味ある方はぜひ調べてみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。